こちらの室内用滑り台が500円こちらの子ども用学習椅子も500円さらに状態のいい睡蓮鉢は1,500円どれも格安のこれらの商品実はもともと粗大ごみとして出されたものなのですまだ綺麗なのに、えー、捨ててしまう驚くようなねものが多いかなっていうふうには思います。 そんなまだ使える状態のいいものを三島市が国内最大級のフリマアプリメルカリで販売を始めたのです。これが大人気。あ、いいと思います。はい、よく利用させていただきます。とてもお安く。今日のエブリー静岡特集は粗大ごみをメルカリでリサイクル。三島市が新たに始めたプロジェクトとその背景にある。 ゴミの危機的状況に迫ります伊豆十貫道三島カモインターのすぐそばにある三島市清掃センター三島市内から出されるゴミを一手に引き受けていて可燃ゴミは多い日には90トンも運び込まれるほか粗大ゴミもこちらで受け入れていますその中にはまだまだ使えそうなものもたくさん まだ綺麗なのに、えー、捨ててしまう驚くようなねものが多いかなというふうには思います。まだまだ使えるのに捨てられてしまう粗大ごみを何とかしたいと考えた三島市は、他県で、えー、まずメルカリでごみを売り始めたっていうところをまず知って、えー、その情報を得てですねメルカリさんに相談させていただいたっていうところがきっかけですね。三島市が粗大ごみの販売を検討する背景には。 もったいないなといいうだけではなな切実な事情がありまもとこ,ここは大きい穴がありましてそこに焼却灰ですとかそういったものを埋め立てて埋め立ててもう9割以上埋まってしまっている状態ということであと残り8%ぐらいしか埋め立てることができないというような状態ですね。素材は 一部の金属や木材などはリサイクルされるものの結局は最終処分場行きです三島市の最終処分場はすでに限界に近づいていて年間およそ8000万円かけて焼却灰を県外へ運んでいる現状ですまた三島市は市民一人の一日あたりのゴミ排出量が県内の10万人以上の自治体で 4番目に多いというデータもありますこの現状を市民に理解してもらいゴミに対する意識を変えるため三島市では今年9月から県内で初めてメルカリで粗大ゴミの販売を始めました案内された倉庫にはこちらがこれからメルカリで出品予定の商品です えー、見ていただいた通りたくさんあります粗大ごみの中から売れそうなものを選び清掃やメンテナンスをした後販売価格を決めていきますこれ今回備品ですね定価もかなりいいものなので、まあ、4000円ぐらいあくまでもごみの減量が目的のため 相場を参考にしつつも利益は二の次でかなり安い価格設定ですこの椅子は4000円に決定しました自分の席に戻り早速画像をアップすると数分後1分で1分1分前に売れたってことでしょ なんと、掲載からわずか5分で売れてしまいました。メルカリの利用者は月間2200万人とも言われ、今や6人に1人が利用している計算です。メルカリでの販売は業務に支障が出ない範囲でということもあり、商品の発送はせず、清掃センターでの引き渡しのみの対応です。商品を引き取りに来た購入者に話を聞いてみると、

メルカリの自治体担当者は粗大ごみを販売するというのは、2022年のです、ね、5月30日がちょうどゴミゼロの日だったので、まあ、このタイミングから2自治体から始めてです、ねあの、今、旧自治体まで広がったという形になります。 三島市がですね先日始めていただいたのが静岡県で初めてでございまして、でつい先月10月の20日に、ですね掛川市と菊川市、まあ、ここは始めていただいて、今、県内では2例あるという形になってます。まあ、民間事業者1社でできることというのは限りがあるので、まあ、社会の課題を解決するために、パートナーとして自治体様と連携することができないかということで始めたのが、このコン粗イゴミの販売になります。 フリマアプリ自体では今2ヶ月経って約1トンちょっとぐらいは皆さんに使っていただいているんですけれどもそれがメインではなくて市民の皆さんにリユース意識の醸成ということでリユース意識をさらに持っていただければなっていうところが一番の目的になります。ゴミ減量へののの取りり組みははまままだまだありますここちらはこの前日の日曜日に三島市で行われた 食器と子供服の無料配布会事前に市民から集めた未使用の食器と中古の子供服やベビーカー絵本などを希望者に無料で配るというイベントです山添さんたちも朝早くから準備に大忙し会場では開始前から大勢のお客さんが列を作っていました,かかたそして午前9時 イベント開始とともに、お目当ての商品に向かい、一目散に駆け出します。すごく助かります。やっぱり結構いい商品もあったので、びっくりしましたね。すごいいいと思います。すぐに着れなくなっちゃうんで、子供は。家にもたくさんあるけれども、やはりこう違ったものが欲しいですね。 はい。指示には怒られますね。<laughs> 自分で選んだの？うん。よかったね。重たい。え？た重たい？いっぱいいっぱいもらったね。うん、パンパンです。予想以上の大盛況ですねえ。嬉しい限りです。特に食器については、やはり燃えないということで粉々にして最終処分場に埋めるっていう選択肢がないというところで、やはりまあ配布というところで皆さんにまた使っていただくと。 来年もです、ね、やるか検討中だったんですけれども、この分だともう一回やってもいいかなというふうに考えます。